奥田のどういうところが好きなの？存在だよね。まず顔がいいでしょ。顔がいい。と声も、良いし、テンションも好きだし、もうなんかこう、生き様っていうのかな？感じがすごい好きだね。やっぱこう、ストリーマーとして尊敬する部分も多いよね。顔？ そうだよ。顔だよ。じゃあ、まつりとやるときは、奥さん使うしかないってわけで。そう！そういうことだね。奥さん使うだけで、まつりのテンションがちょっと上がるから。終わろう。ちゃんぽんも撮ったしね。奥さんだけ見て。マジで、奥さんの良さについてちょっと語っていいですか、最後に。まずね、ここのおへそ。かわいい。かわいい、この腹筋。ね、ちょっと、ね、わかるかな。ちょっともうアップで見せてあげたい。アップで。そしてこの落ち着きのなさ、この待機画面見てください。この待機画面。はい、外す。閉める。つける。はい、かわいい。あ、ブラブラかわいいでしょ。もうかわいいんだよ。このね、あ、また外して、ネジを閉めて、あ、かわいい。2回も同じことやってってなるでしょ。で、落ち着きがね、走り始めたら、パン、パン、走る。かわいいでしょ。もう動きがもうかわいいよね。まず、その動き。そして、このね、肩のここの、この筋肉。ここの筋肉のつき方が、マジで神。お前がナンバーワンだよっていうところと、ここね、ここ、わかるかな？この首の筋のここの影。あ、わかる？この影が、もうたまらなく好き。ここから水を注いで、この下の方から飲みたいまでありますし、はい。わかりますか？この愛らしさ、愛おしさ。このね、マジ、奥さんのモノマネを 3D 配信でしたいまであるもん。で、何がいいってね、このライフラインとね、昔からの友達なんですね。よく知ってんなの、好きだからね。あとね、実はね、この奥さんの顔、このなんていうの、このマスクか。マスクの中、実はちゃんと作り込まれていてですね、ちょっとこの、わかるかな。これがね、一番わかりやすいんだけど、ここが結構、パーンってなってるやつから、近づいてみると、鼻と口が見えるようになっているんですよ。はい。作り込まれているんですよ。素晴らしいことだと思いませんか？そしてシーズン2が始まる時の映像でね、こっち側、左ですね。奥さんから見て左。このメガネみたいなやつがパリンって割れてて、目がね、見えてるんですけど、まあ、イケメンですね。もう確定でございます。奥さんはマジで、好き。奥さんの追っかけしたいんだけどさ、絶対追いつかないんだよ。早すぎて。奥さんの足が速すぎてね、絶対に追いつかない。ということでね、奥さんを愛しているという話でした。奥さんと、奥さんにおんぶされて走られているファンアートとかちょっと待ってるんで、よろしくお願いしますね。はい。ということで、ありがとうございました。エンディングの後、本日くださったスーパーチャットをお読みしていきたいと思います。せーの、お祭りわっしょー！いや、ただいま、皆の衆。皆の衆、ただいま。そう、だって、これだと奥さんよりクソでかいくなっちゃうから、奥さんの身長を考えると、オッケー。オッケー、奥さんの肩ら辺になりましたね。もうちょい松井身長高いかな。こんなもんかな。こんなもんかな。小さすぎたかな、ちょっと。ということでね、本日スーパーチャットくださった方の、お名前をね、読んでいきたいと思いますよ。ね、奥さん。読んでいこうね。いや、奥さんと仲良しだからさ、祭り。奥さんしか勝たん。